先に、自己紹介いきたいと思います。はい、はい、それでは私からいきますか。はい、チェルシーのねねです。今日はですね、関西リリーフ2日目なんですけど、たくさんの方にチェルシー知ってもらえるように頑張りますので、今日は皆さん一日楽しんでください。よろしくお願いします。ちょっと待って、なんかメンバーがね、ご紹介したら名前終わって、皆さんねねーと言ってくれます。初めてのリリースイベント、大阪が2日目になるんですけど、私もね、アイリスに同じことを言おうとしたんですけど、そうでしょ。今日たこ焼きをね、やっと食べれました。はい、次は次はお好み焼きを食べたいかなと。おお、お好み焼きですね。はい、今です。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。挨拶でおまけし、こんにちはって言っちゃったんですけど、天気が良すぎてさ、今気づいてんけど、こんばんはの時間でしたね。細かいね。そう、あまりにも天気が良くて、前回ここでやらせていただいた時はね、雨が降ってたんですけど、そうね、今日は雪が降ってたかもしれない。結構暖かいけどね。私は関西出身です。なので、高校がこの辺に近くて、毎日のように通ってたこのアベノキューズモールさんでやらせていただけるという、本当に光栄な今日なんですけど、今日楽しみたいと思います。みゆです。よろしくお願いします。はい、私一番、世界の中に一番好きな国は、わかります？日本です。え、日本語わかるよ。私が好きな国は日本です。よろしくお願いします。はい、みゆと同じく関西出身のひかるです。昨日もね、天王寺に来たんですよ。私、いいでしょう。プライベートですか？そう、終わってからっていうぐらい天王寺が大好きなひかるです。よろしくお願いします。というわけで、はい、自己紹介終わりました。先生次ですね。今日はね、私リリースイベントをここで、できて本当に嬉しかったですね。なんか、はい、大好きです。いやね、本当にいや大好き、本当に大好きです。そして、ね、本当にここで住みたくて、日本語できなくてですね、本当に、ね、好き、言葉できなくて、ちょっとね、助けて、本当にもう助けて。曲紹介ですね。ユマお願いします。ユマの出番した。はい、曲紹介。はい、ですね、はい、次に披露する誰かっていう曲なんですけど、こう振りでですね、鏡になってる振りがあるんですよ、最初期が、はい、その他にも出てくるので、そこにぜひ注目して見てほしいなと思います。